はい、ルピアス、ルピアス、グラシアスということで、この度もご視聴ありがとうございます。今日はですね、紅葉真っ盛りということで、南魚沼市、新潟県南魚沼市にあります、観音様に、紅葉を撮りに行ってまいりました。結構神楽だったりとか八海山だったりとかいろいろあると思うんですけど、まあ唯一地元の、なんていうんですかね、観光スポットじゃないですけど、観光スポットの、土地方にある、観音様の、展望台みたいなところに行ってきました。はい、すごいなんかどうやらすごいパワースポットらしくて、僕も何回かこう行ったことがあるんですけど、おごま炊いてもらったりとか、まあ、いろいろできて、まあ、ちょっと冬場はクローズしてるんですけど、また春先になるとおごま炊いたり、してくれるので、ぜひ皆さんにはね行ってほしいなと思います。で、魚沼スカイラインなんかはね、もう一望できるこう南魚沼の景色が見えますし、紅葉のシーズンはすごいいいビュースポットだと思いますので、ぜひ行ってみてください。はい、それではこうちょっと長くなるとあれなので、本編行ってみましょう。はい、はい、おはようございます。今日はですね、天気もいいので、これからちょっと紅葉を見に、行こうかなと思います。ちょっとしたね、空撮なんかもできると思いますので、ぜひ、見てください。はい、めちゃめちゃ綺麗。いやー、すごい綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗。筑後峠にやってまいりました。もう秋真っ盛りで、でもね、めちゃくちゃ標高高いんです。寒いですね。あっちの方がね、八海山が見えて、あっちの方が湯沢の方です。はい、ぜひ皆さんこの投稿よかったらぜひ来てください。めちゃくちゃ最高の景色です。はい、それでは。Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can.Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me when I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me, the one who saves me.はい、皆さんご視聴ありがとうございました。
どうでしたかね、結構まだまだね、ちょっと、前の動画になるので、今はもうちょっと紅葉してると思うんですが、すごい景色もいいし、多分もっと紅葉が綺麗に、なってるんじゃないかなと思います。おすすめですので、ぜひ皆さん行ってみてください。結構ね、道が狭いので、あまりにも大きい車だと通れないかもしれないので、その辺注意が必要かもしれません。はい、それでは今日の動画は以上になります。いいねと思った方はいいねお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram もやってますので、そちらもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。And the days don't work out the way I thought they would.